貯金頑張って。38万出た。ヨーブラザー白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。最初に見てもらった動画いかがでしたでしょうか。あれ手順がなかなか複雑で、前回出した動画よりもね、またさらに複雑になるのとタイミングがあるっていうところでね、なかなかあれなんですけども、まあ、それのお話ししていきたいと思います。おそらくちゃんと厳選すれば50万ダメージとかね、いくんじゃないかなっていうような構成になってますんで、それ目指していってみましょうっていうところですね。はい、じゃあ次目次です。はい、目次がまずはパーティーの編成、これすげえ大事ですね。パーティー編成で、あとまあ武器生物何使うのかって話で、2番、モナの元素爆発の簡単な説明で、3番、完熟スクロースの説明、4番、共感竜殺しクレイ、これがすごい重要って、まあ今まででなかった構成ですね。完全に新ピックアップって感じですね。で5が、ベネットの、まあ、1.6 秒とモナの 2.5 秒の説明で、6番が、全体の、工程が8秒以内っていうですね、まあスクロース の, 拡散やってから8秒以内っていう説明と、で最後に動画を提示して簡単に仮説して終わりというところですね。はい、よろしくお願いします。はい、でパーティー武器の構成、モナがね、武器なんですけども、まあ、天空だったり紫風だったりルローってあたりを使うといいと思います。天空の方のちょっと注意点とかもありますね。まあちょっと追加でダメージが出るんで、それがない時にダメージチャレンジをしてくださいっていうところ。生物は剣闘士、吸気族、楽団、水で、これこら辺からまあ好きなものというか、自分の厳選されているものを選んでいくっていうのがいいと思いますね。で、攻撃、会心、熟知の厳選ができているものを選びましょうという感じ。で、さっきも言ったんですけども、まあ、天空はね、基礎効率高くて非常に強いんですが、まあ、注意してほしいのは、武器の方ですね。あとは、竜殺し。そこら辺のね、ノリが全く違うんで、基礎攻撃力値の高いのが優秀って話。流浪の場合はね、登場してから10秒以内になるんで、結構、よりタイトになってね、組み合わせが難しくなるっていうところがあります。と、ベネットですね。ベネットはまあ通常通りダメバフ用の設定ですね。風陽剣、天空の刃あたり。で、そこら辺で基礎コリュージョン高いものを使っていくのが一番いいと。で、生物は吸気族4セットで、まあ 20%、アタッカーの基礎コリュージョンの 20% アップさせていこうっていう設定。クレイですね。これ武器が竜殺しの英傑弾というと。で、生物が強化4セット。で、竜殺しの英傑弾はなんですけども、まあ、非常にアタッカーの基礎力値の 48% 上がるっていうところですね。で、クレイの後にモナをね、出せば OK っていう感じなんで、まあ、編成はそんな感じ。で、強化4セット、これかなり新しいです。で、元素反応を引き落とさなきゃいけないんで、まあ、このパーティー勢だったら、モナの水が残ってるところに対して熟知をこう、元素反応をかけていくっていう。それから8秒以内。詳しく後で教えます。はい。スクロースですね。こちらもなかなかなんですが、まあ、祭礼の断片をつけるか、魔導書論。魔導書論もね、結構熟知が上がるんですよ。で、竜殺しをちゃんとクレイにつけるっていうところなんですよね。クレイに竜殺しをつけることによって、こっちのスクロースの方の、まあ、熟知を上げれるというところ。これかなり重要。で、水力4セットも、相手の耐性を下げるのに必要。だからここら辺がかなりね、いいので、もう、完熟スロース。これが重要です。はい、2番目。モナの元素爆発についてですね。まあ、発動直後に相手が潤う水付与されます。で、次に、放映状態になる。で、放映状態のやつがダメージを受ける。要するに、今回だったらベネットで殴られると、正位状態になって、次に受けるダメージがアップする。要するに、正位状態、になりますよね。殴って正常態になる。次の受けるダメージ。要するに、モナの元素爆発のダメージが上がるっていうようなイメージですかね。で、放映状態の解除。解除されて、破裂ダメージが受けるというような感じ。なかなかね、ここら辺がね、難しいんですけども、そんな感じです。で、破裂ダメージに蒸発をかけたいので、最初の潤った時に、蒸発が起きて、まっさらな状態にする必要があるって感じですね。こういう説明になります。
はい、完熟スクロースの説明ですね。固有添付がね、結構複雑です。拡散を起こしたら、拡散を起こした元素のメンバーが50アップ。だモナで水拡散を起こすって感じですね、モナの後に。で、スキルが、まあ、あのスキル爆発が当たって、スクロースの熟知の 20% にメンバーが、その熟知が上がると。例えば、スクロースが1000だとしたら200メンバーに付与される。なので、あの元素熟知いっぱい上げたいから、あの竜殺しスクロースじゃなくて、祭礼スクロースって感じです。で、継続時間がここ8秒なんですね、ここ重要。で、祭礼異物の熟知もりもりで849でいます。今の僕のモナ、あ、モナじゃない、スクロースはね。なので、楽団モナがまあ183ぐらいあって、まあ、共感クレイで120アップさせますよね。これすべて合わせると、モナの熟知が483になる。これに対しての蒸発倍率が上がるっていう感じになってますね。はい、竜殺し共感クレイ。これすごいいいキャラクターできましたね、ダメチャレで。まあ、かなりあの流行るんじゃないでしょうかなというところで。で、竜殺しの AK さん装備させます。発動条件はキャラを切り替えた後に登場するキャラクターが攻撃力が上がるということ。なので今回はモナがその次に出れば OK っていう感じですね。で、共感は120熟知上げるもんなんですけども、まあ、モナが水つけてる相手、今回だったらモナだけなんで、に対してスクロースがスキルで拡散します。で、弱なので一応残るんですよ。3.55秒以内に拡散すれば残るんです。で、その残ったものに対してクレイが、通常攻撃打って蒸発をかけるんです。ただここで2発目の発動になるんで、あの蒸発して水がなくなっちゃいますね。水がなくなるから次の人に、次の状態でまた蒸発かけて、あのクリアにしたいんで、あの通常攻撃を2発打つっていう必要がありますね。まあ、こんな感じなんです。じゃあまずはね、5番のベネットの 1.6 秒の説明なんですけども、モナの減速爆発の破裂時のステータスって、あのモナのステータスの状態に左右されるので、ベネットフィールドからいなくなる、退場してからいなくなるまでベネバフ の攻撃力バフが残ってる時間が 1.6 秒、キャラ切り替えてから 1.6 秒以内に発動しないとモナの攻撃力が下がってるっていうお話。はい、ちょっと難しくなるんですけども、モナの 2.5 秒、モナの元素爆発の最初に水付与する攻撃ありますよね。で、ここの水付与から次の破裂するダメージの時に水判定になるかどうかの間隔なんです。これが 2.5 秒間。要するに最初に水付与の爆発が起きる時ね、元素爆発の呪文唱えてから破裂する時までの間隔を 2.5 秒以上空けないと、あの蒸発にならない可能性があるというところですね。破裂ダメージで蒸発をかけてほしいんですよ。ダメージを高くしたのに。なので、最初の付与から 2.5 秒後に、ベネットで火をつけて、モナの破裂ダメージが発生するっていう感じにしてほしいってことですね。ちなみに、通常攻撃の場合は、水付与のその間隔が 1.5 秒になりますね。はい、6番目。全体の攻撃工程は8秒以内っていう項目になります。まあ、ベネット12秒で初手なんですけども、まあ、ここら辺は省いて、まあ、基本的に拡散してから8秒以内が一番タイトで、なかなか難しいところなんで、そこの話。まず初手でベネット元素爆発。守衛がワン、ツー、ジャンプってやりますよね。そこに合わせます。ワン、ツー来た後にジャンプするのと合わせて元素爆発をすると、ちょうどいい感じに、攻撃は当たらないで、フィールドが発生します。で、次にモナで通常攻撃をして、そいつに水を付与していきます。で、その次に 3.55 秒以内に拡散をするわけです。要するに、すぐにキャラチェンジをして、スクロースの元素スキルで拡散をする。そうすれば、元素が残ります。ここで残るのが大事。で、残れば、次のクレイが出場しますよね。で、出場して通常攻撃で一発攻撃します。で、その時に蒸発をかけて共感が発動する。で、その次にもう一回通常攻撃をかけて火が付与した状態にします。ここが重要です。はい。で、そうしてキャラチェンジ。ここで竜殺しがモナに乗ります。で、元素爆発で水付与をします。ここでクレイのつけた火に対して水で蒸発をかけて水がなくなります。火から水の蒸発では元素が必ず消えます。で、ここでモナが登場するか竜殺しがかかって次ですね。
ベネットフィールドのバフの残留が 1.6 秒になるんで、その状態が非常に重要なので、すぐにベネットにキャラチェンジをして、その 2.5 秒、先ほど説明したモナの 2.5 秒を待つのではなくて、しばらくモナの状態で待ってからキャラを切り替えてベネットのスキルを攻撃をするっていうのがこの工程6番。そうすると、そこで初めて、モナの水が乗る状態なんで、ベネットがつけた火に対してモナの、水がついて蒸発がかかるっていうことになってますね、はい、でここの工程までの間が非常にタイトです。なのでだいたい 7.4 秒から 7.99 秒の間、要するにスクロースの拡散をかけてからギリギリのラインで当てていくのがちょうどハマるっていう感じですね。はい、じゃあ動画スローでやって、まあ最後停止するって感じですね。まずは敵のワンツーに対して、で、ジャンプした時にベネットフィールド発動すると、相手皮膚をしてないですね。なんでモナに切り替えて一発で水つけます。で、すぐさまスクロースで拡散。で、水が残ってるのに対して蒸発。で、さらに皮膚をして、で、モナの元素爆発で蒸発で火が消えます。で、消えて、モナで時間使って、で、ベネットフィールドに変えて、スキルを打つ。で、これで、ちゃんと蒸発が乗りますね。ベネットで火をつけて蒸発。で、これね、スローなしで次再生して、終わりたいと思います。まあ、この下の数字ですね。ベネットフィールド12秒と、スクロースの8秒始まってからの1秒間で終わるのか。で、モナの元素爆発の水付与してから 2.5 秒以上経っているのか。で、切り替えてベネットフィールドのちゃんとバフが乗ってる状態の 1.6 秒以内に叩けてるのかっていう数字ですね。はい、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。モナの動画、気に入っていただけましたら高評価と、まあ、チャンネル登録の方していただけると非常に嬉しいです。一応こんな形で今後も動画出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた皆さんお会いしましょう。グッバイブラザー。